昨日は皆さんありがとうございましたありがとうございました。あ、待って、日賀奈緒さんおる。昨日ね、アバターをね、描いてたんですけどね、よかったら何を描けばいいか教えてください。お願いします。おはようございます。おはよう。おはようございます。今日の朝はみわいちごをいっぱい食べます。関空に着きました。寒いやって、あら、お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。え、時間差ってどれぐらいあったんやろ。どれぐらいあったんですかね。おはよう。私みんなボタンもらってきたって、あ、ほんまよ、吉村やねって書いてるわ、すごい。おはよう、グルト。おはよう、グルト。おはようございます。え、書いてるかな。二度もありがとう、楽しかったって。こちらこそありがとうございました。皆さんほんまに楽しかったですね。昨日のプリンアラモードは全部食べたかなって。あ、なんか一個どっか行ったな。どっか行ったっていうか、なんかそのなくしてとかじゃなくて、気づいたらなくなってた。多分、え、お兄ちゃんかな。で、アミの食べさしをパパが食べましたね。アミはちょっとさすがに全部食べきれなかったんで。はい、おはようございます。今から会社行きますよって。え、帰ってきてすぐやのに。頑張ってください。頑張ってね皆さんありがとう。待って、日賀奈緒さんいるかな、いないかな。いたらコメントください。あ、ご飯ちゃんと食べて、食べましたよ。ちゃんと食べました。美味しかったで、昨日も。はい。その一個は我々が食べましたって。あ、ありがとうございます。そうや、届けたんやったわ。発送してたんや。おはようございます。24日の昼公演だったので、久しぶりの間に会えた。あ、ありがとう。遠いのに。ありがとうございます。待ってますね。カジュバ2日連続でウィークリーしたよみたいなきらめきゲットやだわ、すごい。カジュバって何回やれば、その何ですか、称号もらえるんやろ。3回とかかな、3回とかな気がしてます。あんよ、無音で聞いてる可能性あるかな、日賀奈緒さんだから、ちょっと一回ボードに書こうか。あ、またメールの返信にも書くけど、24日は昼夜両方とも当選したよって。あ、すごいね、ありがとう。待ってます。ちょっと待ってな、書きます、ここに書きますよ。おはよう。1回でときめき、3回できらめき、5回で奇跡やったかなって、はあ、すごすごいなちょっと待って、なんて書けばいいと思いますか。昨日アバター書こうと思ってたんですけど、なんて書こう。コメントください。だって、さ、ハワケがバヤバヤなんですけど、気にしないでください。もしかしたら、
あれ、あれの可能性ありますね。じゃじゃじゃん。はい。どうですか。どうですかっていうか、届いてますか。おはよう。こんな感じです。届いてるといいですけど、もうちょっと待っとこう。すごい色。はい。ちょっと待っときます。おはようございます。おはようございます。待って、一回ちょっとギフト読みますね。コスモライトさん、待って、ちょっとこれ開けますね。ごめんなさい。せーの、間違えた。コスモライトさん、日高浩二さん、継続は力なりさん、イデアンさん、コジーさん、まきまきちゃん、かよちゃん、コジーさん、まきまげちゃん、きっぺいさん、まさやかさん、オレンジさん、まふみさん、よしさん、まさやかさん、サンキュー PM さん、ナチュラルさん、 DJ さん、まきまきちゃん、 SIC さん、たかひでさん、まぼさん、まっさん、まんじゅうろさん、ナチュラルさん、コスモライトさん、べりまゆさん、コスモライトさん、りょうちさん、さっとんさん、てつめがねさん、てつめがねさん、あ、ナチュラルさん、ともたんさん、ちゃんしもさん、GHP さん、コスモライトさん、まゆさん、はなさん、ワンロットさん、ビロビロさん、コニタン、ゴルさん、マボさん、ありがとう。ありがとうございます、ギフト皆さん。はい。昨日ほとんど配信見れなかったが、200回のギフト投げたかったって。ああ、ありがとうございます。昨日はプリンアラモードを作りましたね、皆さんと。なんかさ、普通に今さ、むっちゃでっかいさ、虫があると思ったのね、これぐらいの。だから、えって思って上向いたら、ただ単に、アミの、こうやって飾ってるんですけど、なんか星があるんですけど、それでした。ちょっと、わからん。ちょっと、伝わりにくいかもしれない。涙のときめきもらえるのいつになるんだろうって。ときめき、あー、3回でときめきか。ん、3回ときめきって言ってたっけ。ときめきやんな。奇跡が5回って言ってたけど、え、どっちやっけ。そう、あ、ときめき1回目か。早く会いましょう。早く対戦しましょうよ。昨日と一昨日は22時からやってました。今日もできたら22時からやろうと思います。はい。そんな大きい虫おったらビビるなって。ビビるよな。だからちょっとびっくりしたんですよ、みも今やばいって。200日記念の飾ってた星って。そう、なんかね、ベッドのとこに亜美はなんていうん、かけてるっていうか飾ってるんですよ。それがなんか変な影ができてね、なってるかと思った。焦ったわ。めんちゃいせ200日1日目おめでとうで、ありがとう。昨日はね、200日目で皆さんにいっぱいお祝いしてもらいました。ありがとうございます。だからまた今日から頑張りたいと思います。お願いします。平日はだいたい7時から。昨日はちょっとその朝をゆっくりにしたかったので、この配信をゆっくりしたかったんですよ。プリンアラモードとか学校行く前に作ったらもう間に合わんからな。なのでね、夕方にしてました。はい。のみたんがバドンを始めたきっかけって何だったん
ですかって、アミはなんかな、初めになんかママが習ってて、だからまあ習ってたからなんか習うってなった時にバトン体験してみたらみたいな感じで体験行って入りました。楽しかったから、そんな感じです。はい、なんかな、バトンのために結構いろんなやつ習ってて、そのあのね、体操、そのアクロバットをできるのになんかなかったから体操行ったり、あのねバレエ行って体柔らかくしたりしてたんですけど、なんかねバレエはあんまり、あのアミはあんまり合ってなかったです。あんまり柔らかくならんかったでもな、あの体操教室は良かったですよ。はい、当たり前さんずっと1位なのに会えてなかったな、いっぱいカチョパしてくれてるからありがとうございますだから柔軟すごいんですね、ありがとう。でもなんかな、体操教室もいろんなところに行ってたんですけど、もうここをやったけどできひんかったら次行くみたいな感じで、なんか結構そういうのやってたんですけど、結局なんかね、やめて家でやってたらできるようになったってことが多かったですね。まあ、あのだからなんか何ですか、家での練習の仕方を聞いて家でやるのが雨は一番早かったですお風呂のお風呂上がりは怪我しにくいんですね、体が柔らかいから。だからその間に柔軟をして、下にマットを敷いてずっと展開を練習してたな。はい、だから皆さんマクロバットしたいときはお風呂上がりにしてくださいね。やりすぎたら汗かくからダメですけどね、ちょっとだけですカジバで会えたことない、やってみたいなんて、あ、毎日じゃないんですけど最近ね、夜の22時からやってるので、皆さん見に来てね、あ、見に来てんじゃない、対戦しに来てね腹筋が続いてるのかなって、ですね、それはその件に関しましてはですね、ちょっとまあ言い訳があるんですけれども、なんかね毎日のように体育があるんですよ、なんでか知らんけど。だから体育の時って毎回腹筋痩せられるんですね。で10回でいいんですけど、そこで30回やってんですよね、いつも。だから家帰ってからはあまりや、まあやってる時もある頃みたいな感じですね。はいそんな感じですね、言い訳でした。そうなんだ、22時になったらやってみる、ありがとう、待ってますね。だから58級ぐらいにはもうあのなんていうの、待機をしてはっって押すだけですね、いつもおはようございます。なんかさ、あさってさ、例えば6時とかに起きようと思うやんか。そしたらね、6時半に起きても間に合うって思うせいなんか知らんけど起きれないんですよ、わかりますか。なんかそうなんですなんかいつもそれなる。え、待って、あのさ、日賀奈緒さんどうなっちゃったやろ、今日もお仕事で忙しかったりしたのかな。明日の方がいいかな、どう思いますか。明日来たら明日の方がいいよな。でももういなさそうですよね今。じゃあとりあえず今日の1位のコスモライトさん書きたいと思います。お願いします。え、お絵描き何描きますか何を お描きになられますか。ちょっと一回言うと思うわ、どこからかな。ちょっとわかんないけど、コスモライトさん、リサちゃん、ワンロットさん、ビロビロさん、コニタ、マボさん、ゴルさん、てっちゃん、ひろゆきさん、まさやかさん、りょうじさん、鉄メガネさん、リサちゃん、タッチュさん、ゴリクマさん、まさやかさん、マッサン、スネドラさん、てっちゃん、まさやかさん、タッチュさん、ありがとう。ありがとうございます、ギフト。アバターであって、オッケー。アバター、あ、変わった可愛いダイヤを持ってる、
ダイヤですよ、ダイヤ。タイヤちゃうで。どうしようかな。どこから書こう。なんかね、前にも言った気がするんですけど、神はね、お絵かきをするときはなんかね、一番上にいるものから書いてます。図工の先生にそれがいいって言われても、小学生の時に、はい、オッケーです、かけてきたよ。なんか、なんやろ、ダイヤモンドを持ってるっていうよりはピザを持ってるパンダになっちゃったんです。可愛かったら OK。 かけました。あ、センターに飽きすぎた今日は。じゃあ、まあでも見せやすいですね。こんな感じです。パンダがいっぱいになって、ほんまに壇上めっちゃパンダやねん。ありがとうございます皆さん。しかもみんな違うパンダなのが可愛いよな。こんな感じです。はい、ピザトースト、トーストじゃないか、ピザ、ピザを持ったパンダ。はい、チーズ、カシャ、あ、ありがとう。はい、パンダでした。それでは壇上を読みたいと思います。はい、あ、あ、やばい、なんかいつも止まらへん、なんで。あ、13位ゴルさん、ありがとうございます。12位マオさん、ありがとうございます。11位ゴジさん、ありがとうございます。10位 FFF さん、ありがとうございます。9位マサヤカさん、ありがとうございます。8位ベリーマユさん、ありがとうございます。7位マッさん、ありがとうございます。6位鉄メガネさん、ありがとうございます。5位マキマキちゃん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位ちゃんしもさん、ありがとうございます。2位まふみさん、ありがとうございます。1位はダガ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 、じゃ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 ん、コスモライトさんでした。ありがとうございました。はい、皆さん、あの、本当にありがとうございました。ということで、また明日からも頑張りたいと思うので、また明日会いに来てください。あ、明日祝日や。ということで、1週間の最後なので、一緒に頑張りましょうね。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。じゃあまた明日ね。お仕事とか学校とか頑張ってください。はい、もう行ってきます。バイバイ、またねー。